はい、こんにちは。皆さん集まっていただきありがとうございます。すごい20人も視聴中になってくれてる、嬉しい。最初にちょっとだけ番組について紹介させてください。この番組は、うちから音楽と旅しよう、Into the Soundscape ということで、今日が3回目の配信になります。家の中からでも音楽によって旅に出られるんじゃないかなと思って、Zoom と YouTube ライブを使った映像演出と落ち着いた音楽のライブ番組になります。自分は普段プラネタリウムライブやゲストハウスでのライブを企画しているオレンジプラスミュージックの石松と申します。今年も夏にライブをいくつか企画していたんですけど、こういう状況で中止や延期になってしまったこともあって、オンラインの番組をやってみようと思いました。で、映像演出は水色デザインさんです。自己紹介お願いします。水色デザインの島田です。よろしくお願いします。この、3日間映像演出を担当させていただいています。今日の、ゲストの、パギオノさんとは何かとこうご縁が、多くて、ライブをご一緒する機会が5回ほど、ありまして、特にその印象深かったライブが、奈良県度のでのライブがありまして、その時の映像を今日は使ってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そして、今日の出演者、パニアラさんです。こんにちは。パニアロです。ギターを弾いてます。それぐらいですね。はい、水色デザインさんとは、水色さんもおっしゃっていたように、何度かイベントでご一緒させていただいてて、去年、スティールパン奏者の渡辺明夫さんと、ギターとスティールパンのデュオアルバム「空も少し」という、アルバムを出したんですけれども、その時のリリースイベントなどで映像演出をしていただいたりとか、たくさんお世話になっています。はい。こちらこそ、そして今回企画してくださった、ガチャン石松くんとも、イベントよく一緒にやらせていただいています。今回も誘ってもらってありがとうございます。ありがとうございます。はい。すごいコメントも楽しみにしてますとか、待ってましたとか、嬉しいです。ありがとうございます。すごい、多分昨日とかも見ていただいた方も、ね、嬉しいです。嬉しいですね。ライブは、こういう緩い感じで、だいたい40分とか50分ぐらい、これから行うと思います。視聴者の皆さんもぜひコメントでご参加ください。パニオラさんへの質問やメッセージなどもお待ちしております。あと、もし今日ライブをいいんだと思ってくださった方は、今ライブができない出演者に投げ銭お願いできればと思います。YouTube の、概要のところに PayPal のリンクを貼っていますので、そこから投げ銭お願いできればと思います。はい。こういう感じで、どうぞ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは、パニオラさんと水色デザインさん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。
ありがとうございます。とりあえず3曲4月という曲とカラーという曲と、シーンという曲を演奏しました。なんか話します？今あのコメントで、はい、あの鈴木陽さん秋祭の人とか、大場さんとかあの丸山さんが見てくださってます。知ってる方たちがありがとうございます。くれてます。ありがとうございます。ボブディランさんも優しい音色ですねって。ありがとう。配信ライブって初めてなんですよね。そうだったんですか、うん、はい、インスタとかでもあんまりライブっていうものは今までなくて、なんでしょうね、あの普段のライブとはちょっと違った空気感が今自分の中ではあって、不思議ですね。なんかそれぞれの部屋のこう空気がある中で、うん、そう、そうですね、これはこれで何か面白い雰囲気が漂っておりますこちらにも漂っております今日はあの今日はあのパニオロさんの曲に合わせてちょっと自宅の照明を変えてみて間接照明にしてみました。なるほど、最大変化がそこに細かな演出ですけれども、うん、面白い。意外と光でね印象も変わるんです、ね、はい、パニオロさんのしっとりした曲にこうあの部屋の雰囲気もあった方がいいなと思いましたのであの僕もライブやるときいつも本番になるとこうできるだけこう照明を暗くしてやりたいなっていう思うことが多いので、うん、いいと思いますよかったです。でも部屋の電気消したら暗くなるんですかねこれ今自然光で、あ、自然光なんですね。お昼になったらそうなの、あのこそあっちに窓があって、でカーテンちょっとだけ開けてて、それでやってるんですけど、うん、窓を見ながらの演奏、そう、これあんまり長くならない方がいいですねあ、でもなんか最初よりも視聴者がどんどん増えててすごい、あ、ありがたいです、ありがとうございます。優しい風が吹いてきましたってコメントも、あ、吹きましたかね、すごい風がちょっと届いてますYouTube の概要欄のところに、支援したいリンクっていうものがあるじゃないですか。はい。おすすめしたい支援リンクっていう、石松くんと水色デザインさんはあると思うんですけど、はいはいはい、あの僕それを貼ってなくてですね、あのこうどこって決めることがちょっとできなかったので、あのホームページパニオロ .info の方にちょっと今日記事1個上げてて、そこにリンクたくさん貼ってあるんですけど、うん、僕4月から
6月の上旬ぐらいまでに予定してたイベント、ライブイベント全部中止、中止じゃないですね、延期になりまして、はい、中止ではないんですけど、まあさすがに今の時期はちょっとできないから、こういうイベントもやってたりするので、で、その今日どれぐらいあったかなと思って、8つか9つぐらい中止じゃなくて延期か 延期になってまして、どこもカフェとかそういうお店が多いんですけれども、共有してくれてますね ずいぶん便利。はい、まあ、支援という形じゃないんですけど、この今ホームページパニオロドットインフォの中に、記事として載せた場所は一応ライブをやる予定だった4月から6月に場所で、こういうこのお店でもこうやっぱりオンラインショップ始めてたりとか、そういうところがあったりするので、ここにあるお店だけに限らないですけど、支援というか、こうそういう場所で買い物するのが楽しいかなと思います。そんな感じですね ちょっとうまくしゃべれないんですけど、ありがとうございます。はい、支援ついでに自分の方からも話させてもらうと、先ほどのパニオロさんのところにもあったフルフル社さんを自分は YouTube の方にリンク貼らせてもらってるんですけれども、パニオロさんの作品もCD がそこで、ウェブショップの方で買えたりとかですね、自分の作品集を扱ってもらってたり、あるいはパニオさんと一緒に今までライブをさせてもらってたりと、とても縁の深いところなので、ありがとうございます。フルフル社さんですね、ぜひパニオさんの音楽が好きな方はきっと皆さん好きなものがたくさんあるんじゃないかと思いますので、ぜひ、見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。見てみてください。それくらいです。はい、ありがとうございます。それで次の曲 そろそろ はい。行こうかなと思うんですけど、ですね、「言葉にして」って曲がありまして、「玉のこと」ってアルバムに入ってる曲なんですけど、なんつったらいいのかな、普段このアルバム自体は、トリコロールとかジョンジョンフェスティバルっていうですね、そういうバンドで活動している中村博文くんと、2人で作ったアルバムで、こうギターのデュオ作品になってるんですけど、まあ今こういう状況なんで、こう一緒には演奏できないんですけど、まあいつかやりたいなっていうこの気持ちをですね、今ここでやろうかなと、この伴奏なしでやろうかなと思っております。そういうのどうでしょうか すごく物足りないっていう感じももしかしたらあるかもしれないですけど、気になった方は CD なり、配信でも Spotify なんかでも Apple Music とかそういうのでも聴けたりするので、「言葉にして」という曲をチェックしてみてください。では水色さんお願いします。
スピーカーボリュームを上げたままになってましたね。多分大丈夫でしたよ、全然。大丈夫ですかね。さっきのあの、フルフル社とかご紹介の対してコメントも来てますよ。そうですね。見てますとか、素敵ですねとか。
嬉しいですね。あと1曲なので、喋ってから終わりましょう。せっかくこういう配信ですしね。谷さんは最近おうち時間何してるんですか？僕もやっぱり4月入ってこう自粛のムードがこう強まってからは電車はまず乗ってないですし、家にずっといて、まあ行くところといったら、まあ、スーパーに出かけるぐらいで、スーパーもですね、こう行くたびにレジのガードがだんだん強化されてる。確かに、そうかも。最初はあの透明のフィルムがこうレジの前に貼ってあるだけで、でも手袋もしてないし、マスクはしてるけど、レジの人は大丈夫なのかな。もちろんその下にテープでこう貼って列に並ぶときにこうできるだけ距離を取って並びましょう、これはあって、でこの何日後かにまたスーパーに行くと、あ、手袋してるな、ちょっと良くなってるなと。それで今日行ったらですね、今日はここにこう透明のこうフィルムのこういうのシールドかぶってですね、頭からフェンスシールドですか、でフィルムもこう貼って手袋して、値段は読み上げない距離をこれをかなり徹底してきててですね、必要なことだとは思うんで、確かになんか場所によってはこうレジのとお客さんの間にそもそもなんかアクリル板みたいなこう作るとかもあったりして、なんか増設されてるというか、あ、もっと強化されてるんです、ね、なんか空間をもう遮断するものができてる、これどうなんですかね、なんならこれこのままこういうものが当たり前になってくる可能性もあるのかなってちょっと思ったりもして、スーパーですか？そうです、まあそういう、いつ外すのか、確かに外さないのかもしれないし、そうそう、あ、それでおうち時間の話じゃなくなってるんですけどこれそう、スーパーが今娯楽ですもんね。あ、もちろんあの僕も今日は自分で配信をこうやってやらせてもらってますけど、あの YouTube でもうたくさん見れるじゃないですか、いろんなミュージシャンの、はい、もうミスターチルドレンを見たりとか知ってますね、スピーカーにつないでテレビでできるだけいい音で、テレビで見られてるんですね、テレビで YouTube つないで見てますね。昨日一昨日丸山くんと森本くん2人の配信もテレビで見てて、おお、ありがとうございます。あのできるだけいい音で聞きたいなと、スピーカーコンポにつないで、クロームキャストでつなぐんですか？素晴らしかったです。あ、ありがとう。最近何されてますか、お家で僕はあのスイッチの動物の森が欲しいんですけど買えてないので、スマホで違う動物の森ポケットをずっとやってます。動物の森やってる僕はスイッチであいいのやってますね結構皆さんねやられてますもんね、そうですね、なかなかハマりますね。谷さんはどんな部屋というかこうレイアウトしてるんですか？部屋ですか？あ、その動物の森の中でのこう世界という、あ、まだ始まってそんなに経ってなくて家具とかはないんですけど、あのプロデザインで T シャツにこうデザインしたりとか、
自分のデザインができるんですか？自分のデザインができて、それで自分のアルバムジャケットの絵をそこに描いてみたいな感じですえね。はいいですね。そっか、じそうゃあいそうの動物遊のび。動きの中でパニさんのキャラに合うとパニさんのジャケンを T シャツに着るみたそうです。いな。ああ、面白い。広告みたいですね。広告 そうですね。なんかすごい面白いな。なんかギター弾いてくれたらよりいいですね。ああ、動森の物中でギのター弾いてくれたらみんなが嬉しいです。キャラになって参加して。もうちょっとやり込んで進めたいと思います。丸山さんもスイッチ欲しいですってコメントして。ね、今買えないですからね。動物の森の話はこれにして、水色さんはどうされてますか、最近は。そうですね、ちょうどずっと仕事が忙しかったのは、ちょうどぱったりと終わって、部屋の片付けとかをしようと思ったんですけど、なんかその気力が出なくて だらだらしてるうちに次の仕事が始めてしまって、忙しくされてだんるわだけんですね。やらなくちゃいけなく追い込まれてきてるところです。いいことだと思います、それは。僕はやることがなさすぎてですね、作品がたくさんできました。ああ、すおお、ごい、すそごれい。は。楽しみ。配信限定作品がほとんどなんですけど、今まで一緒にやったことない、いつか一緒に作品作りたいなと思ってた方とコラボレーションして作品を作ってみました。ソロの曲も配信で出そうと思ってて、それはこれからちょっと登録するんですけど、配信のサイトに。今月中には新しい作品がいくつか聴けるようになると思うので、よろしくお願いします。楽しみ確かでにす最ね。近ファニーさんのコラボの、リリースが告知が増えているなって思ってました。そうですね。今決まっているコラボの方々は、決まってるコラボの方です。はい。5月の8日に豊か平坂くんと2人で作った、4曲入りの EP が配信されます。これは僕のギターのフレーズに豊かくんがビートを乗せてアレンジしてくれてっていう、そういう流れで作って、4月の中旬ぐらいからだいたい2週間ぐらいで完成しましたね。お、すごい、みん短い。な、お互い時間があったんで 集中してできました。あとはズミさんっていうピアニストの方との、シングル作品が、これはピアノとギターだけのすごく静かな、作品なんですけど、それも5月9日から配信予定です。あとは僕が所属しているスコーレというレーベルの、レーベルメイトである、トーマ・イトコさんという、シンガーの方がいまして、本当はその方と、あとスティールパン奏者の渡辺明夫さんと、ギタリストの福江源太さんと、4人でですね、岡山の方でイベントを4月にやる予定だったんですけど、それが、できなくなっちゃったので、代わりってわけではないんですけど、何かこう一緒にやりたいっていう気持ちはやっぱり強くてですね、作品を作ろうと。で、トーマさんの、もともとあった曲をギターでアレンジして、スティールパンを入れてもらって、福江源太さんのギターも入れてもらってっていう作品を2曲作ったんで、まだそれはどういう
形でリリースするかっていうのはまだ決まってないんですけれども、何かしらで聞けるようになると思うので、よろしくお願いします。 すごい楽しみみでですすね。ね。トマさんのピアノも僕大好きなので、どんなコラボになるかすごい楽しみどれもすごく気に入っているので、です。ぜひタとネメも聴いさていんただきとたい。はね、昨年一緒にアルバム出されてましたもんね。アキオさんと、それでアキオさんと今年もそのツアーという形で岡山の方まで行きたかったんですけど、それはちょっと今はできないということで、その代わり、作品はできたので、その一緒に音楽はできてるかなと、思います。楽しみ。その音楽を持ってライブができる時になったら、こうその作品も発表できたら、その時はもっといいライブになると思うので、それを楽しみにしていたいなと思ってますね。楽しみです。2人ともまた何かやりたいですね。そうですやりね。たいまでたす。ご一緒できたら嬉しいですね。企画します。はい。はい。お願いします。一緒にやりましょう。そんなところですかね、僕は。ラスト、行きますか。もう45分経ってしまいました。ラスト行きましょうか。ラスト、モチーフという曲を演奏して終わりたいと思います。水色さん、よろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。最初にもお知らせさせていただいたんですけど、もしこのライブいいなと思ってくださった方は、今先ほどチャットに書いたんですけど、PayPal からぜひ投げ銭をお願いできればと思います。あと次の配信の予定はまだ決まってないんですけど、いくつかお声掛けしている人もいて、本日中にもう一回とかできそうなので、またあの YouTube チャンネルとか自分石松の Twitter とかで、お知らせいたしますので、ぜひチェックしてみてください。あ、すごいコメントがいっぱい来た。素晴らしい演奏と映像ありがとうございました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。おばさんも見てくれている。まあでも投げ銭もあれですけど、あのいろんな好きなお店で買い物したりとか、うん、そういうのも楽しんでもらえたらなと思いますね。うん、はい、はい、しまさん、次の予定とかはまだ決まってないですけれども、はい、あの候補はどなたが上がってるかとかとまだ言わない方がいいですかね。はい、ちょっと確定になってから伝えさせてください、はいはい、でもきっと見てくださった方は好きな方々に、そうですね、あのパニオロさんとコラボしてたあの渡辺明夫スティールパン あの渡辺明夫さんとかともできたらいいなとかっていうのも思いますし、いいと思います。それ見たいです。僕が見たい。むしろちょっとコラボライブとかにやってみたいですね。ファニーさんと渡辺さんで。ああ、それはすごい贅沢ですね。ちょっとこうダラダラ話してしまいそうなので。はい、一旦終わりましょうか。そうですね。じゃあ皆さん、ゴールデンウィークも引き続きこう穏やかに過ごしていけるといいなと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。